リはプロ初勝利を目指してのマウンドです。磯畑初球打ち、レフトへの打球、追いついた山口です。レフト線を襲った打球、初球さあ追い込んでいるのは唐川です。詰まった当たり、ショートの前、一塁アウト。水野も決死のヘッドスライディング、神人やったな、これリクエスト出るんじゃないかなというぐらいギリギリだわ。ああ、ショートナイスプレーだなー。ショート重すぎ、最後もカットボール、カットボールめちゃくちゃいいカットボールですね。マリアーノリベラバリのカットボールですよ。あ、ノーバンだ。1球目です。初球打ち、さあ宮内いい反応だ。スリーアウト。宮内のプロデビュー戦1回無失点です。ナイス。あとは周りを見れる選手だなという印象ありますね。初球から打ってセカンド強い当たり、牧原大成ナイスプレー。これはナイスプレーです。いや抜けるかという当たりですが、リーチマン児玉も初球から狙っていきました。山もらしてもうまいですしね。素晴らしいですから。レフトへ、頭の上、よく取った。近藤取りました。スリーアウト。ランナーセカンド正面でバットオーダー、アウト。点は許しません。中村晃はセカンドゴロ。この先の見事なバックホーム、杉江もしっかりとこのボール離しませんでした。やっぱ力強さはね出てきてますよね、はい、ショートライナー山崎剛ボールを取っています。これで2アウト。外のチェンジアップ選んでこう来てるわけですから、はい、さあセカンド一塁送球、どうか、間に合った。慣れですよね。ゆる、ね、はい、い打球シュウィンデル、来日初打席はセカンドゴロでした。サードライナー、ここは胸が反応しました。ツーアウト。いやこれはお互い様ですね、打つ方はうまく打ちましたけどね。胸のナイスプレーです。胸もいい反応でした。はい、2番センターフィールダー、辰巳亮介。さあここはしっかり岡島送ってくる。二塁に送る。セカンドフォースアウト。ここは田島思い切ってセカンド送球、セカンドフォースアウト。判断。ねえ。まあ、森の指示も良かったんでしょうね。引っ張っていきます。3塁線、宗がボールを取って一塁送球、遠投になりますが、いいボールを打った。ワンアウト。まあ最近はこう日本のこの NPB のピッチャーのレベルが高いんでしょうか、なかなかその外国人の各バッター苦労してますよね。そうですね、はい、本当に引っ張ってサード宗がボールを取る、振り返って一塁送球、スリーアウト。5回、6回、ピッチャーゴロ、ワンバウンド、田島取って一塁送球、ワンアウト。今日2安打の小深田をここは打ち取っています。3塁線、よく取った、ライナー取っています小深田。サード小深田ボールを取ってツーアウト。いやいいプレーですね。入ってくるボール捉えたんですよね、はい、打ってショート正面ライナー、ダイレクト取りました、スリーアウト。いや低かった分ですね、当たりは痛烈だったんですが、はい、ショートクレバイスの正面でした。あでもないです。打球はセンター後方だ、センター辰巳下がって下がって追いつく、ここは守備範囲が広い辰巳、センターフライで藤井さん分かりませんね、はい、初球打って打球はライトに抜ける、西川さんに手放しを蹴る、バックホームサードがタッチはアウト。
しいボール返ってきましたね。2対1接戦を制したのはバファローズ。田島に勝ちがついて対楽天9連勝。